はい、どうも皆さん、こんにちは、かったです。今日は明日登場が予定されているプロスピ交換会についてまとめていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずプロスピ交換会の登場日に関してです。事前告知が来ているため12月14日の登場で確定です。明日登場になります。期間は26日までとなっており、合計6回の期間に分かれるでしょう。続いて前回からの変更点に関してです。前回までは交換期間が第1回から第5回までの合計5回設けられており、1回につき3枚の S ランク選手が提出できました。昨年は合計15回の提出だったのに対し、今年は18回の提出ができるとのことなので改良と言えるでしょう。おそらく第1回から第6回までの開催となり、他の部分の形式はあまり変わらないと思います。かなりの補強チャンスがあるでしょう。ということで、プロスピ交換会の攻略に入っていきます。まずこのイベントはどんなイベントかというと、自分の所持している S ランク選手を交換ボックスに提出し、他のユーザーが提出した S ランク選手と交換するイベントです。交換ボックスは3種類設けられており、ランダム交換ボックス、2022同チーム交換ボックス、交換ボックスが用意されています。ちょっとしたコツは存在するので頭に入れておくようにしておきましょう。ということで、ポイント解説の方をやっていきます。ポイント1つ目、各ボックスの特徴に関してです。まずはランダム交換ボックス、こちらは年度の制限がないボックスとなっているため、過去シリーズの S ランク選手も提出可能になります。今では手に入らない選手が入手可能なボックスのため、ロマンのあるボックスと言えるでしょう。リアタイ勢がワクワクするボックスとなっています。続いて2022同チーム交換ボックス、こちらは最新年度の S ランク選手との交換になります。提出した選手と同じ球団の S ランク選手が入手できるため、純正の強化に向いているでしょう。12球団の方は欲しい S ランクがいる球団の選手を提出するのがおすすめとなっています。続いて2022交換ボックス、こちらも最新年度の S ランク選手の交換になります。最新年度の選手が手に入るので、リーグオーダーの補強に期待ができるでしょう。また2022同チーム交換ボックス、交換ボックスでは交換のコツが存在するので解説をしていきます。続いてポイント2つ目、交換のコツに関してです。効率よく補強するために、なるべくシリーズ1の選手を提出しましょう。シリーズ1の選手がシリーズ2の選手に交換できれば、ミキサーの際には有利に働きます。ミキサーには圧縮ミキサーというものが存在し、投入した同一同名同シリーズの選手はそのミキサーから出ないという仕様があります。より多くのシリーズ2の選手を入手できれば、圧縮ミキサーがしやすくなるので、シリーズ1の選手を提出するとお得でしょう。ただ自分が提出した選手は誰かに渡るわけなので、思いやりのある方、ミキサーをもうしない方はシリーズ2の選手を提出し、人助けにご協力ください。続いてポイント3つ目、用意するべき S ランク選手の数に関してです。交換で入手した選手を再び交換ボックスに提出することは可能となっているため、最低3枚の不要な S ランク選手が必要となります。交換で強い選手が来ることも考慮すれば、5枚程度のいらない S ランク選手が欲しいところです。意外と用意する S ランク選手は少なくてもなんとかなるので、参加しやすいイベントとなっています。続いてポイント4つ目、提出できない選手に関してです。覚醒の S ランク選手、シルエット選手は提出できない仕組みとなっています。これらの選手はミキサーであれば通常の S ランクと同じ扱いができるため、ミキサーの方に使用していきましょう。続いてポイント5つ目、交換相手からもらえる選手の育成状況に関してです。自分の提出した選手のレベル、特訓、特殊能力に関わらず、相手の提出した選手のレベル、特訓、特殊能力がそのまま引き継がれた状態で交換されます。極端な例を出せば、レベル1の選手を提出し、極みまで育ちきった S ランクの大谷選手が手に入ることもありえます。やはり交換会は夢のあるイベントだと言えるでしょう。続いてポイント6つ目、交換会の注意点に関してです。交換会では一度提出すると取り消すことはできません。期限が残されていた場合でも、一度提出した選手は取り戻せないので注意をしておきましょう。またミキサーとは違い、同じ選手が帰ってくる場合や交換が不成立になるケースも稀にあります。そこら辺は頭に入れておいてください。プロスピ交換会のまとめは以上となります。交換会の魅力、簡単なコツは把握できたでしょうか。かなりロマンがある神イベントとなっていますので、楽しみに待っておきましょう。この情報が良かった方、今年の交換会も楽しみな方、ぜひ高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。続いて今回自分が提出するかもしれない選手を紹介していきます。結構痛めの提出も混じっているので、この動画の高評価に応じて提出するかどうかを決める予定です。欲しい方がもしいれば、高評価でアピールの方をお願いします。
まず1人目は大谷選手、ワールドスターのガチで被ったため提出していきます。大谷選手は称号が重要な選手ではないため提出する決断ができました。皆さんも意外と強いけど使わない選手はいると思いますので、積極的に提出して交換会を盛り上げていきましょう。皆さんの思いやりで交換会が豪華になります。続いて2人目は吉田選手、こちらもスパークとの被りで提出します。ただ個人的には称号チャレンジで使いたい選手ではあるので、もし提出することになれば少し痛い思いをしての提出です。残りの A ランク6枚で称号が決まらなかった場合、悲しい思いをすると思います。提出となった場合はその分いい選手が来てほしいところです。続いて3人目は村上選手、こちらはセレクションとの被りで提出します。ただこちらも継承すればミパトーチが狙える状況にはなるため、提出することになれば自分の補強チャンスを少し削っての提出です。もし出すことになれば本気で欲しい方の手元に届くことを願います。皆さんの提出選手も良ければコメント欄で教えてください。プロスピー交換会に関しては以上となります。続いて毎回恒例のイベント途中経過です。自然回復で進めており、日中にボーナスを3回切らした自分のイベント進捗状況としては、すでに累計回収が完了しチャレンジカップを回っています。残りの期間はチャレンジカップを回り、終わり次第 V ロードを回る予定です。早めに終わったため交流6回目の報酬はスルーしようかなと思っています。立ち回りの参考にしたい方はしてください。そして累計回収が完了したということで、 OB 第3弾累計開封を行っていきます。何枚かゴールド契約書も溜まっているので、こちらの方と一緒に合計3連で引いていきます。お願いいたします。まあ、一番下にね OB の契約書あるので、一番最初に出るのが OB の契約書の選手です。さあ、まあ必ずね OB 33% で OB が必ず出るわけではないので、まあ通常選手だったらまあ9位型の中継ぎ抑えがまあ来てほしいって思っています。さあ誰が来るかお願いします。おー、ギャラード選手。そうですね、ギャラード選手は一応9位型中継ぎ抑えなんですけど、まあ限界突破コーチはね使うことになるので、まあそうですね、多分育てないと思います。ということで累計開封の結果はこんな感じでした。続いてはオーダー選手の称号チャレンジをしていきたいと思います。今回やっていくのはこちら、山岡選手です。山岡選手は星3の鉄腕がついた場合のみスタミナ型にできるため、それを狙ってやっていきます。ということでやっていきます。育成中の千賀選手とこの山岡選手のどちらかでスタミナ型を作ろうと計画中なので、まあ幸先よく決めたいところです。まあ、星さんの称号狙いなので、極意者はもちろん5枚使ってやっていきます。お願いいたします。さあ、最近称号運の方はちょっと悪いので決まってほしいところ。さあ、星さん以上確定で、うなる号案ということで称号チャレンジは決まらず、ということで、まあ、称号チャレンジの結果はこんな感じでした。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画のお休みをいただき、明後日はイベント更新日ということでイベント攻略動画を上げる予定です。よかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。